中山競馬場11レースは第11回フェアリーステークス G3 牝馬限定3歳サラ系3歳オープンの競争芝の 1200m 出走馬13頭です。向こう上面の枠入り乙女の祈りが引かれました。これからスノービューティー、スノービューティーも引かれて係員が離れます。スタートしました。ちょっと出遅れましたエナジーストーンです。先行争いに移りますが広がっていますが、中からヤングエブロス、あるいは内をつきましてダーリングムーン先行していきます。ダーリングムーンとそしてヤングエブロス、あとは3番手追走は内からシェイクハンド、外並んでいますが島のシンシア、あるいは固まっていますが外を通って接近していきます各馬。その後ろですが1馬身半差でワンダーピアレス交代、内から SK スマイル、プライムステージは前から6、7番手4馬身差、後方から3番手ダルモジェジー、後方から2番手乙女の祈り、3馬身差最後方はエナジーストーンです。3コーナーカーブ手前、今600標識を通過していきました。ワンダーピアレス、ヤングエブロス並んでいます。あとは3馬身差、3番手の位置にはイーシンバーリン、外から接近していきます。スノービューティー前は4頭固まって3、4コーナー中間地点、その後ろプライムステージ、内からはシェイクハンド、あるいは中をついて島のシンシア、第4コーナーカーブ直線コースに向いてまいりました。ヤングエブロス、エイシンバーリン並んで直線コースに向いてまいりました。内からは懸命にワンダーピアレス3番手交代、あとは追い込み勢から懸命にスノービューティープライムステージが現在3番手の一戦に加わってくる。200を通過、エイシンバーリン、ヤングエブロス、外からプライムステージ3頭の競り合い、中エイシンバーリン100を通過、エイシンバーリンプライムステージ、外プライムステージ半馬身ぐらいのリードで今ゴールイン、プライムステージ3連勝。2番手争いエイシンバーリン、そして外給水乙女の祈り3番手、勝ちタイムは1分9秒2、ゴールまでの 800m 46秒6、 600m は35秒6、外から追い込んでまいりました11番のプライムステージ、ゴール前7番のエイシンバーリンを捉えました。